はい、絶望の村ようこそ。ようこそ。絶望なんす。はい、今日はあのスパイダーさんが来てから、はい、半年以上経過いたしました。そうですね、はい、はい、前坂きれいにやって、あとはお父さんが頑張ってくださったんですけど、はい、うん、今年まだ頑張ってません、お父さん。いやいや、お父さん頑張ってますよ。お父さんいつも頑張ってくれてますよ。だからびっくりした。なんてこと言うのよ、本当に。はい、というわけで、あの、はい、大変なことになってますこれ、はい、あの思った以上にここ傾斜ってすごい、結構急ね、なかなか大変ですね。これでどれ50度とかどんなもんやろ。なんだろうねこれね。結構ありますよね。結構勾配、まあ、急ですよね。もうあいつら調子こいてきて、草すごいっすわ。すごいっす。はい、はい、で調子こいてる、あの360度カメラをはい、仕事もらっておきながら調子こいてんなとか言ってるんやけど。そういつもありがとうございます。はい、すいません、地味に使わせてもらってます。はい、すげえ付け方してるね。あれはすごいよ、すげえ付け方。だから360度使ってね、今回映像。はいはいはい、はい、使ってくださいね。はいはい、はい、ということで、はい、借ります。今日はあーここね、みんな大嫌いなのり面です。はい、のり面で、うちらのメンバーこんだけいたら1時間かからんぐらいでスッと終わるんじゃないか説もある。で、俺らは思ってます。1時間で今から13時38分、まあ40分から1時間、2時40分で終わって休憩して、もう1本動画撮ると。はい、いいっすね。これ1時間で終わる？いけますって意外と。で、今回、はい、最近ギョーチこれ使い手やね。はい、もう慣れました。これ使い手で、さっき新品の何回の入れたからね。だいぶ持つと思います。ただ今回問題なのは、信じられないぐらい力使うからね、これ。だいぶパワーがいる。まあ、パワー系の方が。パワー系だから、はい、だからこれ、つねさんとタッチが交代子でやる。なんで、りょうちんでしょ、やっぱり。りょうちんだって最近あれ使えてたから。結構楽しいっすよ、これ。うん。ただ、これ坂でグイングインやるやんけど、信じられんぐらい力使う。はい。なんで、大丈夫ですか？2日間ぐらいこれ使った後、ですよね。で、交代やって、下回りといろいろ、はい、なんで半笑いできました。お願いします。どんぐらいできるかな、みんな。時間で、はい、ちゃんとこれもしてってね、みんな。これ、はい、ね、これもして、はい、ガーッとあっちまで行くから、はい、綺麗な映像撮れてるからね、消灯でもね。はいはい、頑張っていきたいなと思います。はい、行きましょう。はい、自分はまず80V で、うん、ここら辺をね、蹴散らしていくと。はい、はい、いい感じ、いい感じ。さあ、そんで最近伸びしろだらけの両チン選手もちょっと行きましょう。はい、両チン頑張って。はい、頑張ります。それでいける？いけ、その細さでいけると思います。いける？はい、頑張ります。はい、じゃあ撮っていきましょうか。はい、ヘッドトリマー、はい、いきます。なるべく高いところね。ここら辺いきます。はい、ゆっくり。やばいっすね、腕。あ、腕が。こんなきついんや。めちゃめちゃ重いやろ、それ。めちゃめちゃ重い。誰だれ、一連固定する。中さんは何をするの？僕腕の通り、ちょっと処理できないようなナイロンとかで、こっちの絵だけ
はい、辻を。いや、これのきつさ半端ないよ。俺らなんかよりも、うん、これきついで。これやばいっす。パチ腕、上に上がらない腕が。え、ここはいいんすよ、こう、横は。ここをあれが打破できるのはこいつっすよね。これ、こいつしかない。なんなら延長ポールもあるでね、これ。あ、そうなんすか。延長するとさらに上目指せるから、これ。あ、延長使いたいかもしれない。あ、つれさん、延長持ってきてあげて。はい。延長するともっと重さ、うん、まあ間違いないですけど、ここでもちょっと登るの結構危ないんですよね。そうだから、うん、多分下から延長しちゃった方がいいと思います。はい、いやでも結構短時間で綺麗いったくない？マジで、うん、めっちゃ綺麗じゃない？すっきりしてるねえ。いや、できるだけ頑張れよ、うちらも。はい、下の方、ま、マジきつい。空間というまで変わる方やってる。はい。とにかく落ちちゃダメっすよ。すごい、かなり綺麗になってる。すげえ、めっちゃ違うよ、上と下で。すごいっすね。20分ぐらい。もう20分も経った？わかんないですけど。10分やわ。10分。15分。まだ半分ぐらい。3分の1ぐらいですね、まだ。登って結構行きましたね。やべえ。だいぶ行きましたね。両親、腕やばいって、のぶくん。仕方ねえな。仕方ねえな。うちの両親出すわ。ちょっとこれ探してなかった。やっと見つけた。トイレのところに置いてあってんけど。こんなもん見つかるわけやねん。誰置いたんこれ。怒ってる。いや怒るでしょ。俺めっちゃ整理したもん今。トイレ分かるわけない。よう見つけたと思うもん自分で。これ持ってこんと、ここ戻ってきたら何しとってんって言われるわけ。戻るに戻れんしや。で、遅いなみたいな言われてましたもん。いや遅いなって。それ見つからんよ、トイレにあったら。誰こんなんトイレに置くの。よう見つけたと思う。怒ってる。いやもうないっしょ、ほんとに。もう、のぶくんも僕もギブアップなんで。あ、そうなん。はい。しめさんの出番っす。はい。あ、重い。いや、重い。しめさん、ここ。ここが。入れてます。もう歯が横向いてます。だめ。これで。あ、いいっす。
しょ。そう、すみません、それ。重たいっすよ。え、違う、ちょっと、どんなもんかしょ。重たいっすよ。ちゃんと重たいっすよ。あー、なるほど。なるほど。これめっちゃいいんじゃない？こうだね、角度は。はい、どうぞ。遠慮なく。こうして、はい、コツとしては、はい、体を支点に、はい、使って。うわ、きっそ。うまい。これすごいね。これすごいよ。もう一段だけ下低く。力はいるけど。これすごい。これ正解なんでしょうか。これすごいわ。ただのパワープレイに見えるのは僕だけでしょうか。違う、テクニック。本当にこの体からこう離しすぎたから近く選択なんで、体から近いと力が出やすいんですよ、これ、はいはい、でここら辺もここ踏んじゃって、すごい高刈りでいいですね。そうです、高刈りでいいです。もうこれ上枯れるもんね、はい、これトイレに置いといたの誰？マジでマジで誰？もう常さん、もうないといけんの？トイレに近君かおそらくそうだと思うけどや、ね、こうやって行ったんかい。おかしいでしょ。なんでトイレ今思い出したんだ。これ見とってすごいなと思って見とったけど、ちょっと待てよって近かもしれんけど、これは分からんね。そうっすね。犯人探しはダメだから。間違いないです。見つかったので良かったんです、はい、見つかって良かった。はい、見つかって良かったです。これで7割ぐらいカバーできるで、これ。すごい、これすごい。なんでこれ疲れてくると思うやん。はい。何今のドヤ感。右から左に変えるとなんとこっち、もうこの状態で使ってるみたいなもんなんで。なるほど、疲労を受け流せるんですね。そう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 、なるほど。これすごいわ。まあまあ筋力いりますよね。なるほど。これも上ちょーやってもらうで、はい、移動しますか、引っ越し。はい、いいね、撮影ポイントのお引っ越しコーナーですわ。はい、行きましょう、行きましょう。はい、頑張るぞ。そっか。ちょっとなんか、お腹に当てるって感じだよね。だからなんか足で押さえるみたいな感じだったっすよね。こういうことなんかちゃうんすよね。これでいい、なんかちゃう。長いなぁ。テルさん下手すぎる。あ、いいっす、いいっす、いいっす。疲れたらこう。お尻を守ってる。弱点見つけました。はい、なんすか。近くのやつ逆に行けないですこれ。斜めに行ってください、斜めに。斜めに行ってどんなっす。これ重すぎて近く行けないっすよこれ逆に。あ、もうちょっといいか。あ、いいっすね、いいっすね。こっちの方が合ってます。見づらいけど。あ、いいっすね。せいさん全然枯れてないっす。
ちょっと待って、想像以上や。どうやろ、これやばい。みんな笑ってたけど。ねえ、ステンコロリン、いや落ちんから。落ちんのかい。ちょっと待っちゃった。あれ滑落するんじゃなかったですか、カズさんが。いや、あのそういう危ないことしないそうです。カズ滑落。はい、じゃあどうぞ張り切って。おお、これみんなさっきからずっとそれやってんだよ。重くないですか？重くないですか？重いっす。大丈夫ですか？大丈夫っす。結構軽々やってる感じですけど。あれも結構重たいんですよ。ずっと持ってなきゃいけない。あ、あれですか？はい、うん、それと一緒です。ああ、そうなんや。どうですか？いや、いいっすね。ああ、本当ですか？こちらがまだまし。ああ、そう、りょうちんあんま変わんないっすよっつって。なめてるな。いやいや、あれとこれそんな変わんないっすよっつって。しばらくしたら絶対、ああもう無理や。いや、でも全然すごい頑張ってる。きつい。きついっすよね。前腕がきつい。はい、ノブくんすごいっすね。いや、ノブくんすごいっすよ。ずっとやってましたもんね。構えがすごい。どうするんだ。おー、すごい。バトルか。珍しいですね、カズさんがバテるって珍しいですね。上さん、選手交代。はぁ、上そこそれ。あ、やってみます。はい、わかりました。あ、バッテリー終わっちゃった。バッテリー終わった。なるほど。いや、細かいところもちゃんとやりますね、登ったら。パワーもやるし、細かいのもやるし。行動やるね。今日大活躍じゃないですか。そう。ちゃんと
と捨てないと。えぐいな今日。夏始まったね。くぅ。ほんとに水分大事。炭酸水が一番欲しいっす。染みるね。お、交代、交代。交代。よいしょ。いやー、やっぱ1時間経過してしまった。でも1時間と7分やで、結構1時間ぐらいでなったで。早い、結構いきましたね。ペースは結構早いバリバリだよね。のぶくんもゲージないっす。知ってる。だってのぶくんゲージないと、あの省電力の動きするもん。今省エネモード、セーフモードに切り替えますかって。切り替わってんね。さっきめっちゃ頑張ってたんで。頑張ってたあれでやりきってんね。ゲージ減ったの。でハードだわ、うん、やっぱ自分はエボルター的な存在やで。あ、なるほど。最後ゼロになるまでカッてずっと登ってくんですね。エボルト君みたいに。カットカットいくでね。カットね。あるでもあんまないっすわ本当に。それラストですよ。ほんでどこの木もついてる。滑らかっすね。いや、下ろすのは楽よ。持ち上げるの大変やけど。間違いない。だってこっちの方が楽や。なんということだ。なんということだ。バッテリー切れですか。切れました。ついに機械がついてこれなくなるとはな。使い切りましたね全部。休憩しようか。そうっすね。休憩しろ。おっさんもう一息。休憩完了で元気かな。元気ですよ。元気元気元気、はい、頑張ります。いやあ、これ取るかも。つねさんおらんけど、どこ行ったんや。つねさん、ね、あっちでさつき切ってるわ。あ、さつき好きやからね、うちのつねさんは。さつき見るとね、もう抜きたくて仕方ないらしいから。ですね、職業から禁断症状が、ね、禁断症状出てるからね。いや、今日みんな体バキバキになったんじゃないの。いや疲れましたね。でも多分総時間で1時間半ぐらいらしいよ。ちょうど1時間。意外と。確かに。意外とね、休憩時間ね、ちょっと抜いとくとさ。いや、にしては晴れるもんだね。はい、めっちゃ綺麗ですよ。ね、だいぶ俺らも上達しましたね。ねえ、ただ6月過ぎぐらいにまたこいつら梅雨終わりしっかりと成長してくるらしいから。くぅ、いやだこいつら。でも一回買っとくとまだ楽になるからね。言うてマジで歯が立たんぐらい太くなるから幹が。うん、よかった買っといて。はい、はい、そうですね。で、まあ、ちょっと余計な木とか、あれ木枯れてるよねそいつ。これ
枯れてるよね、多分。葉っぱついてないですね。ねえ、生き生きしてないよね、そいつ。生き生きしてないですね。もうちょっと余計なやつもあるので、久々に抜きチャンネルもまたやっていきますか。はい。のり面の抜きチャンネル大変じゃないですか。のり面抜きチャンネル。ねえ、ちょっと頭使ってねえやっていこうと思う、はい、あっちの手前のね、あの短いやつもあるからね。はい、そうですね。はい、ちょっといろいろ頑張っていこうと思います。はい、つねさんは、はい、かつねさーん、うん、戯れてるわ。はい、まあ、ということで今日こんなとこで、つねさん頑張ったと思ったらぜひコメントで、はい、いっぱい書いてあげてください。つね、はい、さんのいいとこいっぱいあると思うんで、それぞれのいいこといっぱいコメントあると。最近コメントにぎやかで、確かに、はい、マジでありがとうございます。ありがとうございます。今日も本当にコメントを呼んでるんでね、またお願いします。はい、お願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。6月29日土曜日と6月30日に幕張メッセにて東京アウトドアショーというイベントがあります。はい、でそれに松村工務店とエリさんで枠として出展しますので、皆さんお越しください。お願いします。お願いします。枠っていうのはこの服と、まあ、このズボンになりますね。カズさんありがとう。他にも、あ、そうです、シェラカップとかベストとかチタンプレート、はい、イベントから販売開始です。なのでまたお越しください。はい、お願いします。頑張ります。